はい、ワット、ロークモーリーに来ました。いいパゴダだね。こういうパゴダは好きだね。パゴダって言っていいのかわかんないけど。もうね、入り口で中入っちゃったんだけど、外側からね、見るとね、結構いい感じなんですよ。向こうに渡りたいな。でも交通量が多くてね、なかなか渡れないんですわ。外側から見た方がなんかいい、あれですよね。パゴダですよね。パゴダ、お寺ですよね。ワットですよね。向こう側もね、反対側にも お寺ございますが、閉まってます。はい。でもあれだね、結構ゴージャスな寺だね、お寺ですね。後で行ってみましょうかね。はい。はい。で、あとちょっと中入りますね。座敷と、お坊さんのためのこう座る場所なんですね。ですので一般の人は座れないということなんですね。はい、外に出ましたね。バカにあるようなパコダですよね、あれね。まあ、バガンにはね、ミャンマーですけどね、これぐらいのパゴダがいっぱいあります、はい。ね、で景色もね、その本当になんていうんだかな、300年前、400年前、の景色そのまんまです、はい。中入れるのかな。はい、反対側ですね、バットロクモーリーの反対側のね、にあそこに、結構ね、良さげなワットですよね。パゴダって言っちゃうことね、パゴダでもいいのかな、わかんないけど、何が違うのかわかんないんだけど、非常に綺麗なね、パゴダですよね。中が入れないんですね。だね。
っちもあるんだね。はい、渡りました。ちょっとなんか、これ靴脱ぐのかな、わかんないけど、まあ、脱ぎました。ミャンマーの癖だよね、癖というか、あ、そうだね、そうですね、靴を脱げと書いてありますね。はい、結構大きなあれですね、立派なパゴダですよね、パゴダですね、ワットですよね。はい、なんかちょっと感じがあれですよね、ミャンマーと違いますよね。何が違うのかわかんないけど、いや、いつも思いますけどね、ミャンマーとかタイとかね、海外に来て、観光をするとね、お寺に行って、そのね、お祈りお参りをしますけど、日本じゃね、あまりしないですよね。日本のお寺に行くことって実はあんまりないですかね。はい、神社にはね、よく行くかな、よく、そうね、神社には行って、お参りすることがありますね。はい、これがチェンマイの外観ですかね、外観ですね。外観って環状線みたいなもんですかね、外を回る、道路です。はい、ちょっとあそこ行ってみましょうね。はい、アルコールドリンク、ノースモーキングタバコ吸っちゃダメよっていう、そういうことですかね。あ、閉まっちゃってるね。残念。奥側にパゴダがありそうですね。仏塔ですかね。あ、お坊さん、モナストリーみたいな感じかな。こんなストーリーよね。そう、タイのお坊さんもね、そのお坊さんというかタイの人はだいたい一生に1回か2回ぐらい出家をするというふうに言われてますね。はい、ミャンマー人もそうですね。はい、日本にはそういう文化はないですもんね。あってもいいのかなとも思いますけどね。はい、ね、まあ、日本だとその宗教っていうのは結構危ないイメージでね、見られることが多いんですが、そのやっぱりね、あれですよ、宗教は大切ですよね。で、大切というか、その国とね、やっぱり宗教って結びついてますからね。結びついてない国なんてないからね。はい、はい、ワット・クアン・カーマーっていうところでしたね。はい、モナストリーです、ここはね、モナストリーですね。はい、バイクのところに戻りましょうか。はい、で、どうしようかな。今日ね、この間のチェンマイフェスティバル、ショッピングモールですね。で、そこに行ってね、弥生県で、ご飯食べようかなと思います。はい、明日でもよかったんですけど、まあ、レンタルバイクをどうしようか今、迷ってるんですよね。はい、とりあえず明日ね、まあ、流動的です。明日はちょっとこうゲストハウスをね、移動します。はい、いや、しかし欧米の人多いね、ヨーロッパの人ね。びっくりするぐらい多いよね。日本人はあんまり見かけないかな。まあ、休みが取れる時期ではないからっていうのもあるんでしょうけど、いや、欧米の人すごいね、びっくりするぐらい多いですよ。
いや本当ね、日本人とね、欧米の方のね、その楽しみ方って違いますよね、うん、それはいつも思う。休日の過ごし方とかね、まあ、どっちがいいのかっていうのは分かんないけどそうね、日本人はね、その行きたいところをバッと決めてとにかく行くみたいな感じ、バーッと回るっていう、そういう人が多いかな、うん、だからツアーとか入ってね、もう手っ取り早くパパパッとこう見ちゃうみたいな、そういう人が多いけど、うんと海外の人、うん、欧米の人はね、あんまりせかせかしてないよね、うん、それは思いますね。あ、渡ってしまおう。痩せが高いね、俺と同じくらいあるもんね、100、俺よりでかいよね、あの人ね、もう後ろ姿だけど、180くらいあるよね、そういう女性がいっぱいいるから、びっくりしますよ、本当に。私ね、177.5 ぐらいなんですよね、うん、でね、いつも思うのはね、その筋トレをやっとかないとね、重力に負ける。体が、うん、いやそれはね本当に思いますね、はい、あ水撒いてるんだ、あ洗ってるのね、うん、さあ次行きましょう。はい、次はね、ワットパンタをここに行ってみようかなと思います、ね、はい、南に進みます。はい、南に行きましょうはい、着きました。ワットパンタオです、はい、今修復中なんですね。残念。あ、夜景も綺麗だね、うん、かなかったけど、あそこに、大仏様が、お釈迦様がいるんですね。ガイアン買いました。これめっちゃうまい。うん、タレがめっちゃうまい、うん、これで20バーツ、めっちゃ安いね、これうまいよ、うん、